シリーズの第4弾です。ございます。今日はかなり遠くまで来てます。オンヌットの沿いの46とか48だったかな、なんかその辺まで来てます。ちょっと今回オンヌットシリーズは今回で一旦ちょっと終わろうかなと思うんですけども、私が最後に来たのはクイッティアヌアットンのお店です。牛肉の煮込んだクイッティアのお店なんですけども、ここは私が大好きなモーファイナミが置いてあります。ということで最後にちょっとここは外せないなと思って来たわけです。ここはですね、オンヌット駅からだいぶ遠いんですけども、有名なラムドアンっていう焼肉屋のローカル焼肉屋の近くですね。で、ここはですねビールがないので今日はご飯でいただきます。もしビール飲みたい方は自分でコンビニに買ってきてください。まあ、入ってるのはこう牛肉のルクチンとか内臓系ですよね、レバーとか、あと空心菜ともやし。いただきます。あ、このモンファイのスープですね、ちょっと他のお店と違って酸味があってなんかさっぱりした感じで、うまいですよ。あとですね、ナムチムも作ろうと思います。これがナムカーですね。でこれがちょっと変わったお酢ですね。ちょっと混ぜて、で続いてこのチリを、じゃあルクチンをいただきましょう。このお酢が結構独特ですね。香りがなんかあります。このスープとですね、肉をこっちにですね、この飯の方にこうスープをわっとかける。超うまい、超うまい。これもトロトロですよ。これをですね、ちょっとタレにつけて。全然噛まずにも溶けちゃう。はい、すべて完食いたしました。僕はもう腹いっぱいなんですけど、もし腹に余裕があるんだったらね、この残ったスープに好きなクイッティアの麺入れて締めてもいいと思います。まあ、僕も飯食わなかったら多分ね麺も食べたと思うんですけど、さすがにこれとお前一人で食って飯も食ったらですね、さすがに締めの麺まで食える余力は残ってないので、今日はもうこれで締めたいと思います。ร้านนี้ปุ๊กกี่ปีนะครับ30ปีโอ้30ปีก็มีสาขาหนึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าวบางแก้วมีสาขาละบางนาที่เกียร์อ๋อฮะซอยลาดพร้าวบางแก้วเข้าไปข้างในเลยลงพักไปนิดอันนี้สาขาสาขาแรกสาขาแรกสาขาสองร้านนี้ปุ๊กกี่โมงปีกี่โมงนะครับทานได้เลยก็คือ6โมงครึ่งเลิกบ่าย3มีวันหยุดไหมมีวันหยุดก็คืออาทิตย์ที่2ของวันพฤหัสบดีอาทิตย์ที่4ของพฤหัสบดีเชื่อเลยเชื่อเลยยี่จัดオンヌットのですね、ローカル食堂、食
紹介するシリーズも、まあ、一応今回で一旦区切ろうかなと思います。まあ、またいい店だったら紹介していくんですけども、ちょっと他のエリアもですね紹介していきたいなと思うので、まあ、今回で一旦終わります。私今ですね、このさっきの VTR の横にあるカフェに来ております。カフェでちょっとコーヒー飲んでます。まあ、ここちょっと遠いんですけど、ミクシーの向かいからソンテル乗れば1本で来れます。まあ、帰りもそのままソンテル乗っちゃえば楽かなと思います。向かいにちょうど斜め向かいにある売宅が集まってるとこもあるので、まあ、そこから売宅で帰ることもできます。まあ、オンヌットまだまだこんな美味しい店あるよとか情報あればぜひコメント欄の方でですねまた教えてください。次からちょっとオンヌット以外のエリアをやっていきます。ここやってほしいとか、こういうエリアやってほしいとか、そういうのもあればぜひコメント欄で教えてください。最後に僕からちょっと告知したいことがあります。オンラインツアーを始めることにしました。タミカさんっていうところのですねシステムを借りてやっていくつもりです。まだ日程とか内容とかまだ決まってないですけれども、一応登録はしてまして、概要欄に載せてます。フォローしていただければ、日程とか内容決まれば通知いきますので、ぜひそちらもフォローしてください。ということで今回はこの辺で、ではごきげんよう。